なあ霊夢、なんだか最近、スマホばかり見ているが、気になるチャンネルでもあるのか？あ、マリサ。昔のアンビリバボーを配信してるサイトを見返していたのよ。ビートたけしさんのあの声が恋しくてね。それはちょうどいい機会だな。その昔、アンビリバボーで放送されたトラウマ回ってやつがあるんだが、せっかくだから紹介してやろうか？めっちゃ気になるわ、お願い。それじゃあ今回は、アンビリバボーで放送された最強トラウマ回8選について解説していくぜ。ゆっくりしていってね。1、悪魔のバカンス。最初に紹介するのは、悪魔のバカンスについてだ。これはアンビリバボーの中でも、かなり初期の頃に放送されたトラウマ回としても有名なんだ。アンビリバボーで放送された悪魔のバカンスは、1993年の夏の話なんだそうだ。ある人物が念願の別荘地を手に入れて、友人たちと一緒にバカンスに出かけたんだ。別荘を手に入れたの？羨ましいわ。しかし彼らはそこで、とんでもない恐怖体験をすることになってしまう。東京から約2時間ほど離れたところにある別荘地に向かう途中、一行はレストランに立ち寄ったんだ。そこで気さくな店員に、近くの別荘地を買ったことをついつい話したんだ。特に別荘を手に入れた本人は、嬉しくて話したくなったんでしょうね。しかし、その話をした途端、店員の表情が一変してこう言ったんだ。夜はあまり出歩かない方がいいですよ。いやいや、バカンスに来たんだから、夜はパーティーしなくちゃいけないでしょ。当然のことながら一行は特に気にすることもなく、夜は外でバーベキューを楽しんでいたんだよ。そして友達の一人がこんなことを言い出したんだ。せっかく来たんだから肝試ししないか？やばい、それは死亡フラグよ。そしてそれを言い出した本人は、13日の金曜日に登場する、ジェイソンの仮面まで準備していたらしくってな。他の友達も盛り上がり、肝試しをすることになった。肝試しの内容は簡単。森の中のどこかの木に仮面を置いておくから、それを取ってきた人の勝ちってやつだ。夜の森は怖いってば、そんなに奥に行くつもりがなかったんだろうな。でも結局、最初の男女ペア一組が森の中に入ったんだ。しかしそこから約1時間が経過しても、彼らは帰ってこなかったんだよ。どんだけ遠い場所に仮面を置いてきたのよ？いや、歩いて5分ほどの場所に置いてきただけだし、そのことは全員が知っている情報だった。実中八九、迷子になったか、あるいはレストランの店員さんの言う通りになったのかもしれない。それで、どうなったの？ただ以外にも、そう心配し始めた頃になって、二人組はようやく別荘に帰ってきたんだよ。よかったー。ただ暗い森の中を散々歩き回ったらしく、満身創痍の状態だったんだけどな。周りのみんなが心配する中、その男女ペアは、マスクはどこを探しても見つけられなかったと言ってきたんだ。え？そんなにわかりづらい場所に置いてきたの？そんなはずはなく、置いてきた人物も含め、全員で森の中に入って探しに行ったんだ。すると、仮面がなくなってた、と。そうなんだ。みんなは仮面を置いた場所を間違えたんだと思って、もうしばらく森の中を探すことにしたんだ。すると、森の中にある展望台の上から、発光した謎の仮面が見下ろすように浮いているのを見つけたそうなんだよ。浮いてた？しかも発光してたってどういうことなの？それはわからない。気になって展望台に登って確認しようとしたところ、仮面は消えていた。不気味に感じた一行は別荘に戻り始めたんだが、その途中で仮面をかぶった女性が待ち構えていたんだ。待ち構えてたってことは、一行を狙ってたの？わからないが、関わりたくない見た目をしていたのは間違いなかったと思うぜ。何しろその女性は、夜の森にいるのに白いワンピース姿で裸足、しかも懐中電灯一つ持っていなかったんだからな。そもそも森の中に見知らぬ女性が一人だけって、おかしいだろ？確かに関わりたくはないわねー。そして一行が怯えていると、女性の方からゆっくりと近づいてきたそうだ。当然、一行は一目散に逃げ出したんだよ。幸い、別荘には全員が無事にたどり着いたんだが、そこで今すぐ帰るか、朝になってから帰るかについて意見が割れたんだ。朝まで待ちたい気持ちもわかるし、すぐに帰りたい気持ちもわかるわねー。結局、朝まで我慢できないという結論に至り、すぐに来た道を帰ろうとしたんだ。そして深夜、車2台とバイク1台を走らせて峠を降りようとしていた時のことだ。とある曲がり角で減速した時に、あの仮面の女性が道のあぜに立っていたらしい。完全に狙われてるじゃないの。そしてあろうことか、バイクを走らせている男性の後ろに飛び乗ったんだよ。そこから先はもう大変だった。仮面の女性は血の涙を流していて、後続していた車のフロントガラスは一面、真っ赤な血で濡れてしまったんだ。もしかして、バイクに乗っていた人の血、あるいは幽霊の血、なのかしら？バイクを運転していた人は、そもそも女性が後ろに飛び乗ったことさえ知らなかったし、
全員が無事に生還しているわけだしな。それに再現ドラマを見る限り、仮面の女性の血の涙がフロントガラスに大量についたみたいだった。なんか、本当に13日の金曜日を現実にしたような話なのね。もしかしたら、今もジェイソンの仮面をかぶった女性が彷徨ってるかもしれないな。とてもじゃないけど、怖くて近づけないわね。呪いの面。本日二つ目に紹介するのは呪いの面と題された回だ。また仮面なの？仮面は仮面だが、今回は正真正銘の呪いの面だそうだ。呪いの面というだけあって、見るだけでも危険、目を合わせたら不幸になる。などなど、関わった人たちやその身の回りに不幸が訪れると言われているそうなんだ。かなりベタベタなホラー展開ね。ちなみに番組内では呪いの面の全体は映さなかった。このことがより一層、呪いの印象を強くしたとも言えるぜ。ただ、この放送がされた直後くらいに、呪いの面の画像がネット上に大量に出回るという事件が発生したんだよ。なんですって？そのため呪いの面は今でもネット上で見ることができるんだ。呪いなんか気にしないという人は、検索してみるといいぜ。すぐにヒットするはずだから。そんなことしちゃったら、とんでもない数の人たちが呪われちゃうじゃないの。この仮面がまた非常に不気味なデザインをしていてな。確かに見るだけで呪われそうな感じがするんだよ。そんなものがどうして存在しているのか、その経緯が気になるわ。それについても解説しよう。この呪いの面は、山口敏太郎氏の協力のもと、行われた番組なんだ。彼はオカルト研究家兼作家という人物であり、もともと呪いの面を所有していた人物らしい。呪いの面を所有していた？入手に至った経緯が気になるわね。なんでも2006年の秋頃に、骨董品屋から半ば押し付けられるような形で渡されたそうなんだ。しかしすぐにこれはヤバい代物だ、と思ったらしい。ってことは、呪いの面の効力を敏太郎さんも目の当たりにしたってことなの？どうやら度重なる不幸に巻き込まれたって話だ。こわ、その後、敏太郎氏は京都の某寺に呪いの面を封印したそうなんだよ。そして今回、アンビリバボーの取材に伴い、某寺の住職立ち会いのもと、呪いの面の封印を解き、番組内で放送したってわけなんだ。お寺に封印するほどの呪いがあるなんて、でもそんな呪いの面が誰でも検索できるようになったんだったら、不安になる視聴者もいたでしょ。多くの視聴者がそう思ったみたいだな。おかげで、呪いの面の放送が終わった翌日には、敏太郎氏の事務所の電話は終日なりっぱなしだった。視聴者の中には、呪いの面の口が動いた。とか、番組のエンディングに変な声が入っていた。などの怪奇現象があったことも、その際に聞かされたらしい。え？そんな怪奇現象が収録されてたの？あくまで噂だけどな。敏太郎氏からは、画像や映像を見ただけでは呪いは発生しない。また呪いは信じなければ発生しない。と言って、混乱した視聴者に落ち着いてもらったんだとか。相当、パニックになっていたのね。ただその一方で、呪いの面を見たいという要望も多く寄せられたこともあり、敏太郎氏のブログ内でもあくまで自己責任、本人の判断で見るという名目で、呪いの面を公開したこともあるそうだからな。要するに気持ちの持ちようってこと？そう言ってしまうと信じがたいかもしれないが、後ろ向きな思考が失敗を招くことはあるからな。とはいえ、今回紹介している呪いの面を甘く見てしまうのはやめた方がいいぜ。どういうこと？呪いなんてない、って思えばいいんじゃないの？番組では、呪いの面を取材しようとした際、メディア関係者とメディア関係者に近しい人物、合計5名の人が、病気や事故によって亡くなっているそうなんだよ。え？ 5 人も？また敏太郎氏以外にも今回の取材に関わった人たちの中には、未だに謎の怪奇現象に悩まされている人もいるとか、正真正銘の呪いじゃないの。これらの話をただの思い込みと受け取るか、本当に呪いがあると信じるかは本人次第だが、確かに呪いの面には呪物らしいまがまがしさが滲み出ていると思う。私は呪いなんて信じない方なんだが、このお面だけはかぶりたくもないし、家にも置きたくないって心の底から思うぜ。3. エレナ究極のラブストーリー。本日3つ目に紹介する内容は、エレナ、究極のラブストーリーだ。なんか甘酸っぱい恋の予感がするわね。人によっては甘酸っぱい恋の物語に聞こえなくもないが、私が今紹介しているのは、最強のトラウマ回だということを忘れずにな。そうだったわね。順番に解説していこう。この物語は海外で実際に起きた話だ。1930年代、アメリカフロリダ州キーウェストにて、カール・タンツラーという男性がいた。タンツラー氏には妻がいて、二人の娘もいたんだが、後に家族を捨てて単身、キーウェスト島という島に移り住んだ人物なんだ。家族を捨てちゃったの？
一言で言ってしまうならば、タンツラー氏は一人の女性を愛してしまったんだ。浮気？これを浮気や不倫などという言葉では片付けられない、深い闇があると私は思っているぜ。タンツラー氏の職業は X 線技師として病院に勤務していたんだ。そんなある日、結核患者の女性、マリア・エレナ・ミラグロ・ド・オヨストであった。エレナ。ってことはこの女性が、タンツラーさんの心を奪った人なのかしら？そうなんだ。余談だが結核は今でこそ治療法が発見されているが、1945年頃までは治療法が確立していない、不治の病だったんだよな。エレナが病院に運び込まれたのは1930年代。この時には治療法はなかった。なるほど。そこから献身的な治療を行う過程で恋に落ちたと。いや、そんな話でもない。それも違うの？そもそもタンツラー氏は治療を行う医師ではないからな。彼はただ、当時21歳だったエレナに一目惚れをして、治療を行うふりをしながら、宝石、洋服などをプレゼントし、不滅の愛を告白した日もあったそうなんだ。単純な一目惚れだったのね。これ、エレナさん的にはどういう気持ちだったのかしら？不治の病に罹患したことはわかってたんだから、そんな自分を好きになってくれる人の存在は、大きな心の支えになったりしたんじゃないの？それに関してはあまり言及されていない。ただエレナは1931年10月25日に亡くなったが、タンツラー氏は彼女の葬式の費用を負担したり、また彼女の両親の許可を得て、エレナの他の霊廟を建設するなどしていたそうだからな。エレナさんの両親からしてみれば、誠心誠意エレナさんと向き合った人として、信頼されていたのかもしれないわね。そうとも思えるが、一方でエレナとの結婚についても、半ば強引に迫っていたという話もあるからな。病気を治した暁には結婚してほしい。と、本気で言っていたそうだ。加えてエレナの家庭は貧しかったため、お金には困っていなかったタンツラー氏とは利害は一致したってわけなんだ。結局、結婚はしぶしぶ、二つ返事で承諾されたらしい。そこに愛があったかはわかんないけど、って感じね。そして、この頃からタンツラー氏は狂い始めたと言われているぜ。え？タンツラー氏は、自分勝手な投薬治療を始め、謎の電気器具を用いた治療をしていたらしいんだ。何しちゃってるの？あまりの変貌ぶりに恐怖を抱いたエレナの家族は、タンツラー氏の病院から逃げ出すように姿を消したが、彼は執拗にエレナの足取りを追ってきたそうなんだ。ひょっとしたらエレナ家は、ただただタンツラー氏から逃げられなかっただけなのかもしれないな。なんてことなの？この話を聞く限り、エレナ一家は怯えていたのではないかとも思えるんだが、エレナは死の直前にこんな言葉を残しているという話もあるんだ。私が死んだら、私も体を預けるわ。ずっと面倒を見てね。どういう意味なの？この意味はすぐにわかる。大事なことは、この言葉を本当にエレナは言ったのかどうかだ。おそらくだが、エレナはこんな言葉を言ってない可能性の方が高いとされているぜ。確かに、文脈がおかしいものね。むしろこの言葉は、タンツラー氏が勝手にそう思い込んだだけの妄想だと言われてるんだ。だからこそと言うべきか、タンツラー氏の行動はエレナが亡くなった後が、特に異常だった。彼はエレナの死を悼むあまり、約1年半もの間ほぼ毎晩エレナの墓に訪れていたし、ある時から彼はこんなことを言い出したんだ。スペイン語で彼女が歌っている。ここから連れ出してほしいと歌っている。幻聴が聞こえ始めちゃったの？どうやらそうらしい。それが1933年4月の話だ。そしてタンツラー氏は彼女の幻聴に従い、霊廟の中から朽ちた彼女の遺体を掘り出したんだよ。ひぃ、こんなこと言っちゃったらあれだけど、とても直視できたもんじゃないんじゃないの？私たちだったらそう思うかもしれないが、タンツラー氏は違った。彼はエレナの遺体を持ち帰り、独学で保存し始めたそうなんだ。詳しい内容については避けるが、ハンガーやワイヤー、ローなどを駆使して人間に見えるようにしたとか。想像するだけでもゾッとする話ね。その後、タンツラー氏はエレナの剥製もどきと共に毎日を過ごすようになったんだそうだ。一緒に踊ったり、一緒に寝たりもしていたらしい。遺体を掘り起こして剥製もどきにするくらいだし、それくらいのことはするでしょうね。そしてそこから約7年もの間、タンツラー氏はそんな日々を送っていたわけなんだが、1940年10月、彼はついに逮捕されてしまう。きっかけは、タンツラー氏の周辺で流れ始めた奇妙な噂だった。この年、エレナの妹がこんな噂話を耳にしたらしい。タンツラー氏が毎晩、死体と寝ている。タンツラーさん、エレナさんの剥製もどきを本当に生きていると思って接していたんでしょうね。悲しいかな。この噂を確かめるため、エレナの妹、フロリンダがタンツラー氏の家を訪ねたら、異様な姿をしたエレナの剥製もどきを目の当たりにしたんだ。当然、すぐに警察に通報され、タンツラー氏は墓泥棒の罪で逮捕された。行き過ぎた愛情がどこかで歪んでしまったのね。でも、
こんな形でも止めてくれてよかったんじゃない？だな。もし止めなかったら、エレナの遺体は宇宙の塵になっていたかもしれないしな。宇宙の塵？どういうことなの？タンツラー氏の計画では、エレナの遺体を飛行船で成層圏まで飛ばす予定だったらしい。宇宙の放射線にさらすことにより、エレナの体の組織が蘇り復活する、と本気で考えていたそうだ。すでに飛行船も完成させていたようだしな。めっちゃギリギリセーフじゃないの。ただし、逮捕されようと投獄されようと、タンツラー氏の気持ちは変わらなかった、という話もあるぜ。これ以上、どんなエピソードがあるっていうの？晩年、タンツラー氏はエレナのデスマスクを作り、等身大の彫刻まで作っていたそうなんだ。そして彼が亡くなった時には、その彫刻が胸に抱かれていたらしいぜ。ここだけ切り取って聞くとロマンチックに聞こえなくもないかなと思ったけど、やっぱり、狂気を感じてしまうわね。これが美しい悲恋の物語として語られることもあるらしい。だが、私個人の意見として言わせてもらえば、エレナの家族からしてみれば、とんでもない悪魔に取り憑かれたようにも思えていたかもしれないな。本当に生きている人間だけあって、怖さが倍増している気がするわね。4、ゆうちゃん。次に紹介するのはゆうちゃんだ。これはどういう話なの？これは当時8歳だった永田ひろしくんの物語だ。ひろしくんには少し年上のゆうちゃんという友達がいた。ひろしくんは普段、あまり同学年の友達と遊ぶことがなく、いつもゆうちゃんと一緒に遊んでいたらしい。まるで本物の兄弟みたいだと、身内からも非常に評判が良かったそうなんだよ。だがある日、ゆうちゃんは事故に遭ったんだ。嫌な予感がしてきたわ。事故はひろしくんの家のすぐ近くで発生したそうなんだ。そして大きな物音がして飛び出したひろしくんは、無残な姿になったゆうちゃんを目の当たりにしてしまったと言われているぜ。なんてことなの？確かにそれだったらトラウマになっちゃうわ。当然、ひろしくんはゆうちゃんが事故に遭ったことを家族に話したんだ。家にいた祖母に事故の話をすると、祖母は一言、こう言ったそうだ。ゆうちゃんって誰がい？おばあちゃんは知らなかったの？祖母だけじゃない。ひろしくんはゆうちゃんのことを知っている人に、片っ端から聞いて回った。ごくり。でも結局、誰一人ゆうちゃんのことを覚えていなかったんだよ。最終的に、ひろしくんはゆうちゃんの家に行ってみることにしたそうなんだ。ちゃんと会えたの？なんと、あるはずの家がなくなっていたって話だぜ。なんですって？しかもその場所は長らく空き地になっていたらしくってな。草がぼうぼうに生えていたって話だ。ってことは、随分長い間、空き地のままだったってことになるわよね？ちなみに、ひろしくんが目の当たりにした事故も、祖母を連れて現場に行った時には、事故の痕跡は何一つ残っていなかったそうなんだ。それってつまり、ひろしくんが見たっていう事故は起きてなかったってことなの？早い話、そういうことになるぜ。そして視聴者にトラウマを植え付けたのは、ゆうちゃんの似顔絵なんだ。似顔絵まで作られているの？この画像だ。え？なんか、すっごい不気味な感じがするんだけど。そこなんだよ。ゆうちゃんの似顔絵は成長したひろしさんの話を聞きながら作成されたそうなんだが、まさに絶妙に不気味さを醸し出している似顔絵だったんだ。この似顔絵を見てトラウマになった人も多いらしいぜ。確かに、脳裏に刻まれるような不思議な感覚を覚えるわね。加えて、心霊鑑定士の話によれば、おそらく、少年時代に事故死した少年なのでは？と語っていてな、まるでひろしくんの前に現れた幽霊、のような言い方をしていたぜ。でも幽霊だって言われた方が、納得はできちゃいそうではあるわよね。また他にもご近所さんの話によれば、ひろしくんの言う事故が起きた場所というのが、昔から交通事故が多かった場所でもあるらしいからな。もしかしたら、その時に亡くなった子供の幽霊が彷徨っていたってことなの？その可能性も考えられると思うぜ。そこだけ切り取ると、なんだかかわいそうな子供の幽霊と友達になれたって話なんだけどな。それ以上に似顔絵が不気味すぎたってことだな。あと余談だが、ひろしくんは7年後にゆうちゃんと再会しているんだよ。そうなの？7年前のままの姿をしていたゆうちゃんは一言、さよならと言って姿を消したそうだ。何それ、ロマンチックね。ゆうちゃんは今もひろしさんの記憶の中でしっかりと生き続けているってことだな。私たちにとってはトラウマ界に思えることも、ひろしさんにとっては思い出になっているわけね。5、恐怖のピエロ。それじゃあ本日5つ目、恐怖のピエロについて解説していこう。内容はどんな話なの？内容は非常にシンプルなものだ。ある男性が街で見かけたピエロの絵を気に入って購入したんだそうだ。そして満足げに家に帰って飾ろうとした男性とは裏腹に彼の奥さんはピエロの絵を気味悪がったんだよ。そして一言、ガレージに捨ててきて、と言われてしまったらしい。
どんな絵だったのか非常に気になるところだけど、美しい絵も、見ようによっては怖かったりするものね。番組内ではその画像も放送されたそうなんだが、かなり薄気味悪い絵だったらしいぜ。よくそんな絵を持ち帰ろうと思ったわね。とにかくそんなわけで奥さんに逆らえなかった男性は、ガレージにピエロの絵を置くはめになったんだ。しかし、その日の夜、男性は絵に描いたような悪夢を見たんだそうだ。早速？どんな悪夢だったの？どうやらピエロが登場する悪夢らしい。かなりうなされたって話だな。ピエロの絵を捨てようとした途端の悪夢だったから、翌日、男性はすぐにピエロの絵を処分したんだ。それがいいわ。きっと何かしらの呪いがこもっていたのよ。ただ呪いは解けず、その日の晩も男性はピエロの悪夢を見たそうなんだ。男性によれば、ピエロが男性に馬乗りになって襲いかかってくるって内容だったらしいぜ。怖すぎるでしょ？もっと怖いことがその後起きてるぜ。男性が目を覚ました直後の話だ。捨てたはずのピエロの絵が、ベッドの横に置かれていたそうなんだ。嘘でしょ？捨てたはずなのに？捨てたはずの人形や絵画が持ち主の元へ戻ってくる。ホラー展開ではあるあるの話だが、実際にそんなことが起きたら正気を疑うレベルだぜ。そうよね、自分が狂ってしまったんじゃないかって、ついつい思っちゃいそうだわ。こんなことが現実に起きたらって考えたら、絶対にトラウマになるよな。すぐにお払いとか、そういう系に走るわねきっと。美術品や骨董品を買うときには、ぜひ注意したいぜ。思わぬところで呪いを受けるかもしれないからな。だね。6、幽霊タクシー。次に紹介するのは幽霊タクシーについてだ。これは、結構ありそうな話よね。リアリティが違うわ。タクシー業界は何かと幽霊との縁があるからな。とりあえず解説しよう。とある日の深夜、会社員の男性がタクシーで家に帰ろうとした時のことだ。その日、運転してくれたのは女性ドライバーで、ひょんなことから怪談話になったんだ。深夜だしね。そういう話になることもあるわよね。それは女性ドライバーが勤務中に実際に心霊体験をしたという話だった。何でも女性客を乗せた後、何度も行き先を変更されたって話で、最終的には一番最初の行き先で降ろしたそうなんだ。変な客だったななんて思いながら、女性が降りた後、バックミラー越しに女性を見ようとしたら、女性の姿はなく、どこにもいなかったって話だ。そんな怪談話をしていた時に、女性ドライバーは道を間違えてしまったんだよな。きっと話に夢中になりすぎてたのね。焦っていたのか、女性ドライバーは元の道に戻ろうとした時、歩行者の女性と接触してしまったそうだ。歩行していた女性は大丈夫だったの？それが、消えていたんだ。へ？あれはもういませんから。女性ドライバーはそう言って車をバックさせると、接触したはずの女性が消えていたらしいんだ。どうして？幽霊だったってこと？そういうことになるな。そして女性ドライバーは続けて淡々とこう言ったそうだ。私、霊感が強いので、霊を引き寄せてしまうんですよ。目の前で心霊体験をしてしまった恐怖を覚えた男性は、きっと一刻も早く家に帰りたかっただろうな。ただ、男性客が自宅に到着した時、思いもよらない心霊体験をすることになったんだ。これ以上、何があるっていうの？お会計の際に振り返った女性の顔を見て、男性は飛び上がるほどの恐怖を覚えたらしいぜ。今まで運転してくれていた女性ドライバーの顔が、右半分、ただれたようになっていたんだからな。キャー、お化け？つまり、自宅まで運転してくれた女性ドライバーが、実は生きた人間ではなかったって話なんだ。怖すぎるでしょ？ってことは何？幽霊かもしれない人に、自宅を知られちゃったの？その日以降、その男性はその女性ドライバーが運転するタクシーには乗ってないそうだし、心霊体験をしたって話もないそうだから、多分大丈夫だと思うけどな。それでも心臓に悪すぎるわよ。まさにトラウマ級だぜ。このトラウマ界を見て、深夜タクシーに乗るのをためらった人もいるんじゃないか。絶対いるでしょ？普段タクシーに乗らない私でさえなってるんだから、もしかしたら、今もどこかで乗客を乗せてさまよっているかもしれないぜ。7、浜見さんの呪い。本日7つ目のテーマは、浜見さんの呪いについてだ。霊夢はこっくりさんは知ってるよな？もちろん知ってるわよ。高齢術の一種よね。そうだ。これはとある女子中学生たちが、学校でこっくりさんをしていた時の話なんだ。女子中学生たちが、友達の好きな男子について教えてもらうなどの質問をして楽しんでいた時、とある質問を投げかけてみたんだ。あなたは本当にこっくりさんですか？こっくりさんに決まってるでしょ？でもその時、いいえという返事が返ってきたんだ。こっくりさんじゃないの？こっくりさんではない何者かが、自分自身のことを浜見さんと名乗ったそうだ。鳥肌が立ったわ。
次に浜美さんは、誰なんですか?と問いかけると、みんな、死ね、という返事が来た。やばいやばいやばい、呪われちゃうわよ。怖くなった女子中学生たちはコックリさん同様、使用した10円玉を24時間以内に使用して、紙を燃やすことにした。そうしないとたたりが起きると信じられていたからな。そのたたりについては私も聞いたことあるわ。ただ、やっぱり浜美さんとは誰なのか?気になった女子中学生たちは翌日、もう一度、コックリさんを行ったんだ。ただその時、噂を聞きつけた同級生の男子学生が割って入ってきて、浜美さん、鳥居の方からお入りください。というとこんな返事が返ってきたそうなんだ。8時45分、お前を刺す。怖、しかもこの時、男子学生はつい10円玉から手を離してしまったらしいんだ。それっていわゆるタブーでしょ?なんかもう、地雷を踏みまくってるわね。そしてその日の晩、8時45分。男子学生がスズメバチに刺されて救急搬送されたらしい。痛い痛い痛い。しかもこの後にも、恐ろしいことが起きてるんだよな。浜美さんの呪いの番組撮影を行った際、アシスタントディレクターの一人が、コックリさんで使用した紙を燃やした川辺に行った際、誰かに話しかけられた気がしたんだそうだ。だ、誰に話しかけられたの?振り返ってみても、周りには誰もいなかったらしい。不気味に思いつつも、すぐに撮影現場に戻らなくてはならなかったこともあり、移動しようとした時に、その場で転んでしまったそうなんだ。きっと足がもつれちゃったのね。翌日も痛みが引かなかったことから病院に行くと、全治3ヶ月の骨折をしてた。って言ったらどうする?骨折?補足すると、足がもつれた場所はコンクリートの平地だったらしく、普通であれば転ぶような場所ではなかったそうなんだ。そんな場所でもつれるなんて、あまりにも不自然だったことから、浜美さんの呪いは女子中学生だけじゃなく、撮影スタッフにまで及んだのでは、という憶測がされるようになったんだよな。そりゃそう思いもするでしょうね。私だってそう思うわよ。結局浜美さんが誰なのか、ってことは分かっていないらしいぜ。8、呪いの電話。本日最後に紹介するのは呪いの電話についてだ。これもかなり恐ろしいトラウマ回だった。どんな内容だったの?とある夫婦がアパートに引っ越してきた時に、隣の部屋から黒電話の音が聞こえてきたんだそうだ。言っちゃなんだけど、そんなことはよくある話なんじゃないの?それが一度ではなく、毎日午後2時になると決まってかかってくるそうなんだ。毎日ともなると、さすがに不気味ね。それに一度気になり始めると、ずっと気になってしまうものだ。あまりにも続くので、ついに夫婦は管理会社へ連絡することにした。すると管理会社からこう言われたんだ。お隣には誰も住んでいませんよ。え?そう言われた後、よくよく聞いてみると壁の中から聞こえてきていることがわかったらしい。そうなると今度は、どうして壁の中に電話が?という疑問が浮かぶのは当然のことだぜ。旦那さんは、会社の同僚にも協力してもらい、自宅アパートの壁を壊すことにしたんだそうだ。確かに気になるでしょうけど、かなり思い切ったわね。しかし壊した甲斐もあって、壁の中から毛布で包まれた何かを発見したんだ。その布に、黒電話が包まれていたの?まさにその通りだぜ。しかも毛布の中には黒電話だけじゃなく、血まみれの山吹色のワンピースもあったんだぜ。血まみれのワンピース?電話と一緒に隠されていたってこと?こんなものが家から出てきたら怖いなんてもんじゃないぜ。この血塗られたワンピースに関する事件や事故に関してはまだ判明してないんだが、一つの仮説として、山吹色のワンピースを着た女性が、電話コードを使って丸買いされるような事件が、過去にあった部屋なのではないか?と言われているようだな。いやいや、絶対あったでしょ。ただこれだけであれば事故物件だった、ということで話は終わるんだが、まだ、電話線が繋がっていない黒電話が午後2時に毎日鳴っていたことの説明がついてない。そういえばそうだったわね。掘り出した後も、午後2時になると鳴ったのかしら?ああ、鳴っていたそうだな。番組内では旦那さんが思い切って電話に出たんだ。すると、こんな声が聞こえてきた。許さない。絶対に許さない。怖っ。よく電話に出たわね。しかもその日以降、奥さんの前歯がなぜか黒く変色したり、山吹色のワンピースを着た女性を見かけたりしてるんだ。絶対やばいわよそれ、取り憑かれちゃってるじゃない。その後、壁を壊す際に協力してくれた同僚の一人が急死したり、また、別の同僚二人は謎の失踪をしてしまったという話なんだとか。絶対、目をつけられてるじゃない。私なら壁を壊す前に引っ越してるわよ。というわけで、今回はアンビリバボーで放送された最強トラウマ回について解説したけど、どうだった?振り返って見てみると、懐かしの内容もあったし、何より昔ながらの良さがあるわね。ありきたりな展開かと思いきや、
気を突かれたような形で物語が進むこともあったし、こういう昔ながらのアンビリバボーの方が好きだっていう人は、未だにいるからな。根強いファンがつく気持ちもわかるわ。今では放送法が変わって、ホラー企画もある程度の制限がかけられているしな。日本独特の生々しさもあって、鳥肌がやばいわよ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。